いらっしゃいませ。3代目のうなぎ、本日もよろしくお願いします。はい、じゃあ3代目おはようございます。おはようございます。すいませんね、いつもと違う感じで撮影させてもらって、急に撮影って言われたんで、まあ、休憩中のところお邪魔しまして撮らせてもらってるんですけど、はい、今回は料理を作りません、はい、あるものを食べていただきたいなと思います、はい、あの3代目はあの外食チェーン、まあ、牛丼屋さんとかで、はい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 、あチェーン店で出てるうな重、はい、うな丼っていうものを食べたことあります？食べたことは正直ないです。じゃあですね、そんな3代目にはですね、今日はすき家、松屋、中尾、吉野家、うん、これ4店舗で出されてるうなぎを食べて、うん、感想をちょっと聞いてみたいなと思ってます、はいはい、それでは手を洗って始めていきましょう。レッツイート。左からすき家、はい、松屋、はい、中尾、吉野家で準備しました、はい、でこれ一通り3代目にはまず食べてもらいたいと。わかりました、はいはい、でその後にまあ感想など聞いていくので、はい、じゃあ最初はですね、うん、すき家のすき家から、はい、これうな丼です、はい、そこからどうぞ。じゃあいただきます。すき家のうなぎはタレをつけて焼く工程をじっくり3度繰り返すことで香ばしくふっくらとした蒲焼きに仕上げています。ふわっととろけるような柔らかな身と甘めのタレが程よく染みたご飯は相性抜群です。お好みで香り豊かな山椒をかけてお召し上がりください。2店舗目は松屋のこれうな丼です、はい、松屋さん、はい、いただきます。松屋がこだわった特別製法、焼きで旨味を閉じ込め、専門店並みの蒸しで余分な油をしっかり落としてタレをつけては焼いてを4度繰り返し、外はパリッと中はふわっとを体現した食感も香りも専門店に負けない至高のうな丼です。で松屋さんは、タレ付きです。はいはいはい、別添えでタレが付いて、ねうん、3店舗目は中尾のうな重です。はい、いただきます。じっくり焼いて蒸し上げた後、タレにつけて焼く工程を3度繰り返し、香ばしくふっくらとした食感に仕上げた自慢の一品です。こだわり卵を使用した錦糸卵と一緒に柔らかく香ばしいうなぎをご堪能ください。じゃあ最後はですね、吉野家のうな重です。いただきます。吉野家専用の養鰻場で管理しながら育てているうなぎの身を使用、タレをつけて焼いてを4度繰り返す4度焼きは外は香ばしく中はふっくらしています。はい、じゃあ一通り食べていただきました。はい、でそれぞれ感想を聞いていくんですが、はい、で点数もつけていただきました、はい、で今手元にメモいろいろ書いてらっしゃいました、はいはい、項目を用意しまして、まず1つ目が焼きですね、はい、2つ目が厚さ、3つ目が柔らかさ、4つ目がタレ、で5つ目が値段というところを各項目5点ずつ、うん、5点満点で評価していただいて、合計何点なのかと、はい、いうことで、じゃあ4つ点数出てますんで、はい、出てます。2番目に点数が高かった店舗はどちらでしょうか？松屋さんでした。点数は21点をつけさせていただきました。はい、25点満点中21点、はいはい、まず松屋さんはタレがさっぱりしてます。でこれ付属のタレもついてるんで、まあ、満足感はあるかなと思います。だけどちょっとさっぱりしすぎてるから、食べ進めるとちょっとうなぎのくどさを感じるんじゃないかなっていうのが一つ気になった点と、香りはいいんですけどちょっと身のふっくら感がもうちょい欲しいかなっていうのが、ちょっと専門店から言うと感じましたね。中国産の油のしつこさがちょっと残っちゃってるから。中国産の油が強い、強いくどさにつながるのかなと思ってます。はい、はい、じゃあ続いて、はい、第3位はどちらでしょうか？中尾さんです。点数は18点になりました。中尾さんのうなぎは弾力のある身質が特徴だと思いました。ちょっと気になるところは皮目の焼きがこの4社と比べると一番浅いかなっていうのが特徴になります。なので皮目の方に臭さとかが残ってたのと、ちょっと身の方の骨が焼き切れてないなっていうのが感じるところでした。あの山椒もちょっとマイルドな感じの山椒で、でその皮目のさっき言った臭みがちょっと気になるので、できれば2個使ってもらえると美味しく食べれるんじゃないかなと思ってます。じゃあ、はい、残念ながら4位となってしまった店舗はどちらでしょうか？
吉野家さんです。今回16点お付けさせてもらいました。多分一番最後の焼きのところでうなぎの見栄えを良くするコーティングっぽくタレを変えてると思うんですよ。それがちょっとくどいかなっていうのと、やっぱ4回焼いてるだけあって焦げ目の味がちょっと後味に残るかなっていう。身の方はねふっくらっていうよりもプリッとしたような感じの身質でしたね。一番この中では食べ応えのあるうなぎでしたね。残り一つとなりまして、はい、まあ、そちらが一番点数が高かったということで、じゃあ発表お願いします。1位のうな重はすき家さんになります。23点をつけさせていただきました。すき家さんのうなぎは一番バランスがよく焼けてましたね。身も柔らかくて焼きもちゃんとしっかり焼いてある感じがしました。ただちょっと中国産なのでやっぱ尻尾の方がこうキュッとなっちゃうのは、急激に餌をやって一気に太らすのが中国のその育て方なんですけど、寸足らずのうなぎかなっていうのがもう見た目で感じましたね。うなぎの旨味っていうのは少し弱いかなっていうふうには感じますけど、でも全然美味しく食べれます。はい、4店舗を食べてもらいました。はい、ごちそうさまです。はい、まあ、今回初めて食べていただいたんですけど、はい、まあ、4店舗食べ比べてみて、はい、チェーン店のうなぎ、はい、どうでした？いや、率直な感想はどのうなぎも個性があって面白いなっていうのがやっぱ印象にありますね。まあ、牛の日が近いんで、はい、まあ、皆さんそれぞれね、はい、うなぎ楽しんでいただけたらと思うんで、まあまあ、今回のは、うんうん、まあ、3代目の個人的な意見なので、でね、まあ、参考程度に、うん、でいろんなものを食べて、うん、まあ、比較してみてはいかがですかということで、はい、まずはうなぎを食べてもらいたいです。はい、牛の日はやっぱうなぎを食べよう。はい、ですね、休憩中申し訳ございませんでした。いい、ありがとうございました。はい、じゃあ休憩入ってください。はい、はい、それでは3代目休憩入ります。また3代目のうなぎ、チャンネル登録よろしくお願いします。